おはようございます。今日もギターの練習をしていきたいと思います。チューニング終わっております。歌はね、暮れになるとよく聞かれますね。1918年、大正7年、岩佐藤一郎さんという方の作詞で、作曲はベートーベンさんでございます。これは有名ですもんね。わかりますよね。そうそうそう、ベートーベン交響曲、第9番だ。第4楽章で歌われるが、この曲が日本で初めて演奏されたのは第一次世界大戦中のことだって。そっかそっか、ちょっと悲しんだ。捕虜となったドイツ兵たちによって、そっか、捕虜収容所で演奏されたんだって。長い。ではでは、今日はこの辺で練習終わりたいと思います。ありがとうございました。最後まで聞いていただきありがとうございました。今日ね、喉の調子が悪いからごめんなさい。変に喋れなくてすいません。ありがとうございました。